こんにちは。今日はセブンデイズやろうと思います。ちょっとお待ちを。起動に時間がかかっちゃうのが難点か。よいしょ。今ね、スーパーマーケット縛り、スーパーマーケット農場縛りというか、スーパーマーケット農場をやろうと思ってんだけど、ちょっと今日はまだやらずにね、今度、ちゃんと始めるときに時間決めてからやろうかなと思います。今日までまだ普通にね、チルな感じでやろうと思います。ちょっと待ってね。今、起動中。よいしょ。BGM を。BGM 何もつけんでもいいかな。ストーリー。最近ちょっとセブンデイズトゥーダイ、だんだん、また熱が戻ってきつつある。これが最高潮に達したら参加型でやろうと思います。今回の縛り、まあ、次やるとしたら、まあ、難易度普通、そんな難しくない難易度で、まあ、拠点は建てるの禁止で、その、スーパーマーケット、まあ、いろんな多分お店があると思うけど、俺が想像してるのはもう、一番簡素っていうか、その、わかりやすいスーパーマーケット。クエスト、ティア2ぐらいのクエストで多分あったと思うんだけど、店舗を拠点にして、その、まあ、入り口を補強したり、入ってこれないようにして、もう、報道の時も全部それ、その店舗を、こう、補強するのがメイン。っていう縛りをしようかな。よく映画でね、お店に逃げ込んで、みんなで籠城してるやん。あんな感じにしたいなと思ってます。今日は普通にやろう。ブロックはほんとね、万能やけん。一から作ればね、もう、無敵拠点じゃないけど、ループ拠点とかも作れるから、それが、難易度が難しいとな、やっぱそういうの作んないといけないんだけど。し、やろう。まあ、これも、チルな生活をするっていう。これもね、一応、まあ、別に参加型って書いてないけど、一緒にやってもいいよって方いたらね、入ってきてもらっても構わないんで、よろしくお願いします。時間空いちゃったからな。今、ティア2やってんのかな？ティア2クエストやって、夜、リフォームしてるけど、あんまりリフォームできてないかも。リフォームしねえといかんな。よいしょ。そろそろ 公式サーバーとか行ってみるか。セブンデイズな。でもありかもな。だからどっか、お邪魔していいサバとかないかな。セブンデイズね、仲間と一緒にやったりしてみたいよな。
調べとくか。なんかそんなこと言いつつずっと同じような設定でやってるから飽きちゃう時もあるんだよな。だから時間を置いて熱が復活してからやってる、それの繰り返しだからな。ちょっと待ってね、読み込みが時間かかんだよな、このゲーム唯一の弱点と言っても過言じゃないんだけど、よし、やっていきます。前回はクエスト受けたんかな、部屋に一掃受けたんか。で朝4時30画面がちょっとおかしいんで直します。おいし、あれ俺自転車とどこいたっけ、裏か。修理しよう。ああ、足切れがね。うん。二人乗って、フェス行こう。
身、格好は結構ね、良くなってきたんだけど。現代人っぽい裸装備からな、原人から脱却はしたんだけど。まだ家がな、そんなできてないんだよな。まあ、今ね、家具とか、あと、いろんな、その、家の補修とかするために、資材を集めてるところかな。エアコンとかそういう、生活感のあるね、家具を作るために、キャビネットとか。結局はファームしねえといかんからな。やろ。確かね、ここに出口ないよな。だから、ここが出口やけん。開け取ってもいいか。確か、ここが出口。この、ここか。逆から行ってもいいか。真面目に行くか。あら、矢がないの。矢作んねえとな。起きちゃったか。行こう。ここいない？いるな。座れちゃうかも。いいね、いい本。めっちゃあるやん。壊れそうやな。多分これ壊れるよな。あそこいる。当たんね。当たんね。やない。これ下に降りられるのが嫌なんだよな、これ。あー、落ちちゃったか。はい、見える。あれ、なんかへこんでるな。矢が少ねえから、あとで矢作んねえとな。あれ、これどこだ。ここにこっからでいいのか。いるわ。大体こういう鉄のこのなんだ、針金があったとこはね、地雷がありがちなんやけど。ここはないのかな。
けないと。いるわ。あと8本。ちょっとあれか、ごめん。音楽でかそうやな。ちょっと下げる。貸したか。これ絶対いるな。この裏が危ねえ。てか、これ怖いな。これよしだ。あと一匹は上か？上やな。添え木いいね。添え木でまだいるっぽいな。あの黄色い丸があるから、あそこに近づくと湧くって合図だからまだいるな。ナイトストーン、パイプライフルレベル4はもういらんかな。でここに来たら多分湧くんだ。あ、何いる。え、あ、まだいるっぽいな。あ、終わったな。クエスト終わった。オッケー。これで終わりか。帰るか。ちょっと炭鉱をもらうためにアソスタを分解しよう。エンデスももらえるのか。最初に、炭鉱がね、絶望とか手に入るまでは、なかなか手に入んねえからな。こういう、あそこの電球、電柱の光の部分とか、ライトの部分とか、緑のやつとか、これを分解すれば炭鉱出るから、見かけたら、分解する癖つけとくとね、初めてやる人とかは観光ねえってなった時いいかも。ウツボがねなかなか手に入んねえからな。俺もウツボ、ウツボ探しで、ウツボって漢字が読めなくてね、覚えるまでだいぶ時間かかった。ウツボ、ウツボ、ああ、こういうし、やつだけ持っていくか。
ああ、鉄の湯があるのか。鉄の湯に変えるか。の湯。ショベル。ショベル。ショベル。まあ、買ってもらったっていいか。リゴート。ゾンビっす。はい。で、ショベルが別になったと。サイズ。もういらん。で、いや、オッケー。夜まではクエスト回しよう。まださすがにフェラルとかいねえな。森林バイオームで。あ、でももう5日目経ってんのか。あ、やべえ。もうちょっとじゃん。ボード。準備した方がいいかな。これ、一回ちょっと受けずに漁るか。あ、まあ、漁ってるっぽいな、これ。いない。外いそうやな。植木も取っていこう。いるわ。どこや、これ。隣の部屋っぽいな、俺。後半。あ、こっちか。焦る。さすがゾンビ映画。ゾンビゲーム。あ、いるわ。死んでる？登りよりが怖いんだよ。上がるか、やべ。後ろいるな。
意外と隠れてんだよな。多めに。釘を結構揃ったけん、ボックス作るのもありかな。名前付きボックスの方が入れやすいもんな。コギリブレードいいな。のコーブレード。はい。隣の家も確か範囲だ。こっちもやね。こっちも行って。で、クエスト受けよっか。これ絶対この裏とこにいいんだろう。いるわ。いる、いる、いた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 、やっぱ。ん？あ、生肉。やべ、こいついてんだ。イノシシ君結構強いんだよ。うお。やべ、こいつ強い。やべ、こいつ強い。まずい。また銃で殺さないといかんな。肉もらえんのはいいけど、IQ値が結構あんな。ショットガンの弾置いてきちゃったからな。まだ多分下に、いやー、いっぱいいる。当たんねえか。当たってねえな。にもいないか。いいかな。アメフトあんま好きじゃないんだよな。アメフトするぐらいなら音なんねえ方がいい。あ、
なんかある。わあ、ヘビだ。ヘビは、ホップ。終わりか？終わりか。一応ここも見るけど、何もなかったような気がするな。よし、クエスト受けよっか。こういう木も取っていった方がいいな。これ木狩るより、木こりするよりも、こっちの方がなんか効率がいいらしいんでね。見つけたら、こういうのも取っといた方がいいかな。リフレックス標準改造パーツ、これいいの出たな。ヒビラに、あ、料理本がなぁ、まだ足りねえ。お、請求取って。あ、ここになんか壁があるんだよな。起きたか。
あ、クローラーカート、よし、まだいる、断末魔の悲鳴がまだいるように聞こえるな。いや、いるな、普通にいるわ。外かこれ。普通のゾンビなら登ってこれんからいいんだけど、これと、スパイダーとかだと登ってくるからな。タダコとかも厄介だし。クエスト関係ねえゾンビも、流入してきたら厄介になる時があるもんな。あ、どこの人も。バイスコープ。あれやん、媒介、うわ、行き違い、しがな。どこや？裏か？終わったか。ダクトテープいいな。これヘビだろ、どうせ当たんねえんだよ。おっ、行って。よし、終わり。帰ろう。順調ではあるが、ちょっとチルすぎるな。あ、フォード来ればまたあれなんだろうけど。3時半やろ？まだあと1回いけるな。あと1回ぐらいいけるかな。ロボットスレッジでもいい。ロボットスレッジ。ああ、玉でよかったな。しまった。回収。
なんかいそうやな、近くに。もういけるか。いきなりね、もうクエスト受けたらいいな、これ。で、こっちをもう一回開始して。でこれあの最初この日さ、最初こうダメージ耐えれて突っ込めると思ったけど、普通に通れねえんだな。永遠に火炎ダメージで死ぬんだよこれ。ちゃんとこうバルブを巻いて火を止めないと進めないっていう。あれ、もう OK。そろそろフェラルとかもいそう。出てもおかしくないか。用意しとくか。やる。バレてる。あ、電気っすか。電気つけるとな、やっぱその分バレやすくなるから。起きちゃったか。奥にいる。オッケー。こっから上あとで行くか。だけこっち行こう。ポイルだろ。ないか。起こしちゃったか。
扉壊してもいいっけ。順番通り行こうか。あり三匹、三匹の。おお、後ろいた。焦る。まあでもこういうのがいいんだよな。おいしい。終わりかな。エリア一掃するがまだ終わった。この下か。あー、これ降りたらいっぱい出るやつだろう、多分。こういう時は広くどいて上から削ろう。いるなぁ、いるなぁ、バイカーまでいる。降りてったら3匹に囲まれるっていういやらしい、セブンデイズ運営のいやらしい罠だな。あら、こういうとこは落下せずに一回落ち着いて処理してから、処理できる分は処理した方がいいね。ああ、レベル6、水浄水器改造パーツ、つけれんか。ああ、1個しかないか。ボット放題。霧が、え、観光客だ。一回帰るか。いい加減アイテムがいっぱいだから帰ろう。持って帰れないかもな、全部。観光。隠された補給品行くか、一回な。いやー、これ穴掘れるか、間に合うかな。間に合うな、間に合う。
穴掘りイベントね、手間の割にはそんな上手くないから、なるべくならしたくないんだけど、あとのやつ、ちょっと全部遠いとこだったもんな。意外と大変。炭鉱掘るスキルと、あ、やべ。これあれか。チェックしとくか。どうせ。シャベルとかがねえとな。いいシャベルが。石シャベルだと、時間かっちゃうからやりたくないんだよね。あ、そうか、弓矢が。鳥の巣を漁れ。鳥の巣。肉をだいぶ取ったから、今度は卵やな。湧いちゃった。夜になってめんどくさいから早めに終わらせよう。まだいるか。ほら、岩盤のとこにはないんだよな。だから土の部分のどっかにあるはず。またまただ。ああ、厄介だな。ああ、まだいる。終わりか？なかなか見つかんねえな。あれ、こんなかったっけ。あれ、また来る、これで。え、飛べねえ。あ、飛べたわ。あれ、時間がね、夜になったら厄介だぞ。
なんかあんな。やべ、湧いた。やべ、まずい。やべ、俺、やばい。やべ、夜なっちゃった。合ってる？あった。これ取ったら枠から急いで脱出。スタミナを回復して。ほい、急げ、脱出。やべ、お、危ない危ない。脱出。やべやべ。出かけていく。夜は危ない。さ、報告して帰るか。セブンデイズあるある。ウサギとニワトリはね、自転車とか乗り物乗ってる時に、その、通り道に突っ込んでくんだよな。なんか知らんけど。ダーフ、燃焼や25。フードにしよっかな。作業台、いいね。はい。ちょっと遠いな。帰ろう。持って帰れんのか、あれ。うん。よし。OK。8個目。はい、家帰ろう。
リフォームしねえと。作業台どこかな。あとあれ作ろう。ロ作れるやろ。もう玉眼とも玉石眼ある。アルタ いっぱいなってきたな。じゃあこれいらんな。で、外して、これか。で、これか。ベーコンエッグで、やっぱ卵が足りねえな。卵、卵バター、かぼちゃとジャックオランタンですけど、キャンドルをまず作れと。キャンドル。ええ、いいか。こういうのも全部
変えた方がいいかな。ちょっとこのみすぼらしいベッドとかも解体するわ。よいしょ。はい。で、何にしよう。弾は別個にして。弾は別個。で、色を変えれるっていう装備。あ、こうやって塗るんだ。あー、すげえ。なるほど。あ、でもなんか変やな、これ。カフェっぽくない。今までの壁の方が良かったな。すごいな。ハケ初めて使った。誰にし。一度塗ってしまったらちょっと変えるしかないか。ん？これは、これになるの？よくわかんねえ。これは？これは変わんねえのか。なんか面白いな。そういう意味ねえけど、いいな。椅子、机が欲しい。ちょっと。
いや、これ勝てえな。圧倒的に足りねえな、ハグが。ハグの前に、この二つ置くか、作業台と、ロー。ここに置くか、作業スペースは。いや、いいか。え、あんまりタプト、ビート値がうんたらかんたらで、カナコが湧くらしいんだが。まあいいか。まずは明るくしに。あ、やべ、朝か、早っ。なんかあんま進まんかったな、リフォーム。まあ材料も少ないからな。今あ、おかしな、この三つの三種の神器がいる。カナードコと、なんだっけこれ、すだちじゃなくて、いつもすだちって言うんだよな。これを、あの、難しい感じのやつ。草冠に、草辺に、なんか、なんだっけな。まあいいや。思い出してからやろう。こっち支柱ブロック置かないと、あと。こっち支柱、ポジション上に置くか。壊されないよ。どっかいいとこに。なんかよくさげな。はい、本当はね、ここ邪魔やし、攻められた時に上から出れるように置きたい。壊れすぎじゃね？この板も全面張り替えだな。うん。全面張り替えよって。まだ欠陥住宅だ。多い。
もうちょっとやってもティア2が終わるかな。で、そろそろ、そろそろよ。ワイトとか、ワイトじゃねえや。フェラルゾンビとか特殊ゾンビが出てくるようになるんじゃないかな。あれやばいな。軍事基地みたいなやつ。爆弾もそうやけん、離れとこう。地雷ありそう。ああ、多いな。別の街っぽいな、これ。このトレーダーハウス、寄っとくか。こっち側何も漁ってないから、本とかも回収しとかんとね。郵便ポスト漁って。そろそろ野犬とか。犬にまだ、ね、出てきてないよな。あやうち。ほいほい。だからこういうのは本当はこうやって逃げ台作っとけば安心。あ、木がないのか。おっ、木忘れちゃったのか。まだいるな。いない。
よし。じゃあクエスト受けてもう一回。あ、いるやん。バイカーがいる、しかも。やべ、飛んだ。この距離で外すか、普通。外すんだよな。俺ショットが向いてねえかも、やっぱ。狙いすぎ？こっちは死なんか。ああ、これ取るの忘れたな。あり忘れねえように。車の方いいな。グリースモンキーに1個振るのありなんだよな。スキル本出やすくなるから。まだ一匹いるね。いるんだな。いるときといないときの、あ、歯は何やろ。釣れなかった。お、ピストル。やっとピストル出たな。ピストル使おっか。弾はないのか。持って帰るか、じゃあ。当たんねえ。
外にいるな、多分。おう。おお、やべ、やべ、やべ。フェラルじゃん。やべ、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 やべ。フェラルじゃん。あぶね、あぶね。あ、びっくりした。やっぱフェラル来たな、ついに。なめちゃいかん。あー、びっくりした。フェラルはね、難易度があんまでもやっぱ痛えな。オイルはどこから来たか、これ。危ねえ。外から来たか、お前も。スパイダーだ。初めてのフェラル。そろそろ舐めてかかったら時々出てくるからな、気をつけねえと。アンガーバスター、石か。まだいんのか。作るか、木製。めんどくせえけど。やべ、この町初めて来るからトレーダーハウス探しとこ。本をあさって、あとかい。ロックピック3個しかないのか。煙を探せ。
を探せ。ああ、いいや。なさそうか。はあ。はあ。あんま街中にはねえんだよな。ちょっと外れたとこにあるから。街中の方が、本は集まるんだよ。バンク。は何屋さん？アベイジカントリースーパーマーケットねえかな。これもこれ掘ってる。スーパーマーケット縛りするなら下見しときてんだよ。ここはベレットもあるか。煙が出てるとこ。これ豪邸だ。いや、ちげえ。これあれじゃね？あの、豚、でっかい豚がいるとこじゃね？地下に。いや、違うか。違うかも。煙。農場。とこ行けば見下ろせるから、こんだけでかいとあれかもな、探すの大変か。こっちじゃなさそうやね。よいしょ。うん、こっちまっすぐ行ったらあれか、初期脇んとこか。じゃあ掘れます。
当にあったわ。鼻歌し歌ってんな、ジョエル。これはいい。で、なんかいいの売ってねえかな。あ、これ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 、強化なんちゃら。これ買っとくか。あとは、これもいるな。かな、どこ。いるのは、あとおしゃれ、あんたもいるな、これ。いいか、スポットライト買っとくか、こういうのも。ミニブラインド、やべ、高っ、電化製品高っ。アザレア、なんこれ、アザレア、あ、買っとこっか。よし、おしゃれには家のガーデニングには必須だ。帰るか。これでレーダーハウス2個目か。こっちのがそのクエストやってってでっかいクエストになって、こっちのが近、あんまクエストが遠くなるようだったら引っ越してきてもいいな。いるな、どこだ。卵と羽、卵と羽、巣を見つけたら見逃すな。鳥の巣を見逃すな。エイコンエッグを作るため、荒れ地だとな、鳥がハゲワシが来るから
別にこんな漁らなくても羽はめっちゃあったんだよな。卵がないから、水がね、じゃあこれで帰ったら7 days はちょっと終わろうかな。一回ちょっと、アスカ一回やっていいっすか。一回だけでいいから。で、昼放送終わりかな。やべ、変なとこ入っちゃった。If you got the nukes, you are quite the daring adventurer. ティアさんになったね。次ティアさんからかな。全部きれいに色塗ったりしたいな。ピス持っていくか。ショットガンか。してなかった。
ター俺どこいたかな。メガネが。どっか入り込んじゃったな俺いた。だから全部使った？なことはないと思うが。ああ掘るか。ああ木こりしないとダメか。今日はこれでかな。でもここに入れちゃったか。よし、じゃあ、今日のセブンデイズトゥーダイはこれで終わります、見てくださった方ありがとうございます。お疲れ様でした。次回ね、またよろしくお願いします。